吉宗評判記暴れん坊将軍。変えなくちゃいけねえな。お前さん疲れたでしょ。足一人でやりますよ。何やんで、まだまだおめえ一人には任せられねえや。お帰りなさい。あら、二人とも真っ黒な顔して。何言ってやんで、こっちとれ命がけなんだぜ。あ、飯の支度ができてんのかい。できてるわよ。あ、そう、二人とも顔洗って。さあ、お前さん、どうし。しばらく。おつぼね様、いかがなされました？もうよい、行きなさい。この柳の局は大奥御殿女中の最高の地位であるお年寄りであった。その格式は十万石の大名に匹敵すると言われ、江戸城大奥の権力者であった。そうか、辰五郎が炎症を防いだのか。はい、決死の消火であったとか。いや、よくやってくれました。明日にでも行って詳しい様子を聞いてみよう。ところでお園、半蔵の姿が見えるか。あの、加納様のご用事でご城下へ。じいの？いえ、その大したようではござりませぬ。すぐ戻ってまいりましょう。
このような宴席を用意いたしたからには下心があろう、山高屋。おつばね様、手前はただご公儀御用達の畳問屋といたしまして、日頃お世話になっておりまするおつばね様が民情のご視察にお出かけと伺って、せめてものお礼に。山高屋、日頃からというがこの三年の間その方に仕事をしてもろうた覚えはありません。はい、何しろこの三年の間大奥では一度も畳替えをなされておりませぬゆえ、おつぼね様、そろそろ総入れ替えをなさらなければ。それは考えておる。では近日中に。それはまだわからぬ。では何分一つよろしくお願いをいたしまする。余計なこと、そのようなものは無用じゃ。畳屋ならば良い畳を作ることに専念いたすことじゃ。帰りますぞ。うん、船宿にて若衆とな。はしかし、なぜ柳のつぶれ様と。これはわし一人の存念でな。上様には内緒内緒。半蔵、爺の用事は何だった。あ、いや、それが。上様、加納殿と柳の局殿とは犬猿の中、これで一本取るつもりでございましょう。まったく子供の喧嘩だ。爺にも困ったものだ。あ、ところで半蔵、その宴席を設けた者は誰なんだ。は、何でも御用達の畳問屋で山高屋とかいうものだそうで、お局様のほかにも手を回しているようでございます。柳の局殿はあのご気性から見て御用達の口車には乗らんでしょうが、山高屋とか相当の悪党らしいですな。うん、半蔵、お園、念のためその山高屋とかいう者の身辺調べておいてくれ。ほう。宿下がりではござりません。民情の視察に参ったのでございます。ほうほう。では両国の船宿へ芝居の若衆を呼んだのもその視察でござるかな。余計なご詮索を。だからご老人は嫌われまするな。黙らっしゃい。黙れとはご無礼な。ご無礼とはご無礼な。まあ、上様。二人ともいい加減にせんか。ところでそこで、江戸の町はどうであった。はい、ことのほかに民心が落ち着き明るい感じでございました。そうか。上様。なんだ。恐れながらそれに引き比べ大奥の様子はいささか質素すぎるというのか。いえ、質素な暮らしにはもう慣れましたが、今一つ明るい雰囲気が必要かと。ああ、何をたわごと。いえ、たわごとではござりませぬ。少しの工夫にて人心が変わるものでございます。例えばこの畳、これはもう三年もの間変えてございませぬ。この畳を入れ替えて安頓を張り替えるだけでも明るくなりましょう。うん、そうだな、それも良いかもしれんな。いや、しかし上様、いや、そうなればなかなかの出費でございまするぞ。以前には一年に一度取り替えていたのだ。つまり、ただし今度からは御用達のみに頼まず公平に吟味して入れてはどうかな。はい、私もさように考えておりました。では。うん、取り替えよう。はい、では早速畳奉行の勝沼殿に申し付けましょう。じい、何とかと畳は新しい方が良いというぞ。つぼねに任せておけ。書院へ参るぞ。ただいま。畳が新しくとも何とかが古くては面白くも何ともござらんな。ご無礼な。はあ。分かったの。では直ちに御用達どもに手配をいたさせましょう。勝沼殿。
この度は御用達のみにかかわらず、江戸中の畳屋より見本を集めて吟味の上で決めまする。さよう心得てお手配を。はさすがは喜作さんだね。そりゃそうだ、お前喜作さんは江戸一番の腕前だぞ。あ、ねえお姉ちゃん、うちの畳もそろそろ入れ替わる頃でしょ。今度はその喜作さんに頼んでみたら。そうだね、うん、ちょいとお前さん、ねえ一っ走りって頼んできてくれないかい。なんだよ、今すんかよ。そうだよ、こういうことは早い方がいいんだよ。だってさ、関取が来てから2階の畳なんかひどいんだよ。土俵と間違えてるんだから。それにさ、ほら畳が新しくなるとプーンっていい匂いがするじゃないか、うん、あれ私は大好きなんだよ。ねえお前さん、いいだろう。そりゃお前、新しいのに越したことねえけど、お前肝心のこれあんのかい。そのぐらいは用意してあるわよ。ねえお兄ちゃん、思い切って買いましょうよ。分かったよ、そうしよう。あ、じいさん。あ、頭、ちょうどいい、聞きたいことがあったんだ。何ですか。実はな、大奥で3年ぶりに畳を総替することになったんだ。おお、大奥でですか。うん、それは大元ですな。で、あの全部御用達にやらせるんですか。いや、今度は江戸中から見本を取り寄せて、それから決めるらしい。なるほど、そりゃいいや。あ、じいさん。ん、そんならいい職人がいるんですかね。江戸中で一番の腕ですよ。喜作ってんですが、会ってみますか。そうか、そうだな、一緒に行くか。え、お医者様がもう力仕事は無理だって言っていたわ。もうあの人が一切やるから、お父さんはゆっくり養生してね。何言ってやんだよ、二三日休みは大丈夫だよ。おうおうおう、それも右から刺しなよ、右から。え、うん、見ちゃいられねえの、まったく。とっちゃん、分かってるよ。おお、やってんな。おう、喜作さん。おう、頭。なんで、どうした。ねえ、ちょっと風邪っぴきでな。いけねえな、こいつは。あ、ママ、上がってくね。はい、おたん、茶入れな。はい、金さん。なんですって。じゃあこのあちらに大奥の畳がよ。おお、そうだよ。ねえ、新さん。いや、まだはっきり決めたわけじゃないが、俺もその方の知り合いから頼まれて、良い職人を探しているところだな。まず職人衆に見本の畳を作ってもらいたいんだ。よがしょ、やらせてもらいます。上様がお住まいになってらっしゃる大奥の畳替えはあしらにとっても夢ですからね。な、お民。新之助さんとか、その話は一体どの筋から出た話なんで。いや、どの筋だって、いやいや、つまりな、上様だよ。その上様のごく近い筋からだよ。ねえ、新さん。いや、この話は実は大奥のおつぼね様から出た話だな。そいつはお断りいたします。お父っつぁん断る。いえ、とてもあしにはそれだけの自信はござんせん。何言ってんだよ、喜作さん。俺はね、おめえさんこの江戸中じゃ一番の職人だと思ってんだぞ。俺、それはまあ一昔前の話で、今じゃこの通り年を取りやした。まあ、それにこの文吉もまだまだなんで。まあ、この話は悪いがお断りいたしやす。しかし頭、頭の家の畳はね、あしと文吉で、まあ、気入れて作らせていただきやす。そんな。すいません、お父ちゃんもこの通りですし、どうかお許しくださいまし。お民、皆さん、お父ちゃんの言う通りにしてあげて、お願い、お願いします。藤山長殿か。赤年寄りだわ。山高屋、畳奉行より話は聞いておる。その方の望みを言うてみろ。
はい、この度の大奥畳替えのこと、何とぞ長門守様のお力添えをよろしくお願い申し上げまする。わかった。わしから柳の坪根殿によく伝えておく。要するに、お前一人で畳替えを引き受けたいのであろう。欲の深いやつだ。へへ、飽きんどでございますから。しかし、何故わしが柳の坪根殿と親しいということがわかった。それは、その…こやつ。抜け目がないの。何事も御前のご栄達を願えばこそでございます。次の老中を狙うためには金が物を言うと読んだか。その通りだ。畳屋に限らず、金づるになる商人とはすべて付き合う。その代わりわしでできることは何でもやってやる。それがわしの主義でな。まことにお正直な。いや、まことに結構な。倹約だけで世の中が良くなるか。とんでもないことだ。目的は金ではない。金は世を明るくする油よ。油を世の中に刺さねば景気という水車も回らん。今の上様にはそれが分からんのだ。所詮は紀州一国程度のご器量だな。尾張様には及びもつかぬわ。なんということ。長門守、尾張様にお目をかけられていることを傘に来て。上様、直ちにご下問を。いや、待て。長門が俺をよく思わぬことは知っている。いずれ処置いたそうと思っていたところだ。この際、大奥とのつながりなども洗い出す良い機会だ。中田助、このことはまだ内密にな。は。おい、喜作さん。お旅さん、弁当持ちしたぞ。お、そうですかい。おかみさん、いつもご厄介になります。何を言ってんのよ。こんな立派な畳を入れてもらって足を乗せるのがもったいないんだよ。まるで御殿かなんかみたいな感じでさ。あらやだ、お弁当なの用意してあるのに。とんでもないです。それじゃお茶入れるわね。すいません。よう、喜作さん。しかし大したもんだな。俺もいろんな畳を見たけどよ、こんなしっかりしたとこは初めてだぞ。頭にそう言ってもらうと張り合いがあります。武吉、もう一枚で終わりで。おい、おい、上さん。お父さん。喜作さん。お父さん。どうしたの、おい。おい、ちょっと医者呼んでくれ。はい、すいません。喜作さん。おう、どうしたの。喜作さんが。何？様子がおかしいんだよ。ちょいとお医者様。よし、俺の知り合いの医者を連れてこよう。いつからこんな状態が。はい、お正月に一度、それからついこの間一度。先生、とにかく家の方へ運んであげなさい。薬は後で届けましょう。はい、お大事。ありがとうございました。ご苦労さん。腹部にしこりがあります。おそらく確証でしょう。長くてあと二月か三月しか持たないでしょう。あれは娘さんですね。ええ、お民さんつってね。まだ若いし、このことは言わぬ方がいいでしょう。本人に気づかれてもいけませんし。
そうか。じゃあそうしよう。できるだけの手当てをしてやってくれよ。はい。では、ありがとうございました。新さん、せめて生きている間はみんなで励ましてやろうじゃないか。おつぼね殿にはそれがしがまだ小姓頭の頃より何かと目をかけていただき誠に。あの頃は私もお嬢口を務め、長門殿の若武者ぶりに胸をときめかしたものですしかし長門殿、だからと言うてこの度の畳替えのこと、これは変えるわけにはいきません。これはまた稲子と大奥のしきたりを守ることがおつぼね殿の権勢を守ることではござりませんか。御用達をのけ者にするわけではありません。しかし長年の慣習でござりますれば、この度のご処置、どうもこの長門には一向に下せませんが、台所の修繕、寝具建具の調達、すべて御用達に命ぜられておるのに、何故畳だけが。畳は別です。それがわかりませんな。わからぬでもよい。長門殿、あまり細事にくちばしを入れぬことじゃ、器量を図られまするぞ。ご老中にまでご出世をとお考えならばなおさらのこと。では休んだ方がいいよ。ほっといてくれよ。お、カジラ、俺は見本一枚作るぜ。新さんにもそう伝えてくんね。喜作さん、しっかりした見本を作っときゃ、あとは文吉がやってくれら。あいつはね、本当はいい腕してんだよ。お父っつぁん、俺は分かってんだよ。嫁行くわけもねえやな。よよよ、冗談じゃねえよ、おめさん。何言ってんだよまあいいじゃねえか。俺はな、最後に一枚だけ上様のお座りになる畳を作ろうと思ってんだい。それでな、文吉の名前で見本に出そうと思うんだい。お民、そんならいいだろう失敗するね。俺の名前さえ出さなきゃ迷惑にはならねえよ。この見本さえ通りゃ、あとは文吉が大勢の職人を集めてやってくれない。なんかじゃなあ、喜作さん、その見本を作るにはどれぐらいかかんねん。そうさな、あと10日か15日、それぐらいかな。そうなの。それじゃあ日本一の畳ができるわね。見本を多くへ出すのはいつだい。18日だとよ。江戸中の畳屋が大騒ぎしてるぜ。しかしこの勝負は喜作さんの勝ちに決まってるやな。さあ、喜作さんに決まってるよ。そうだ、私も手伝いに行こうかな。お父っつぁん、覚えてるかい。
ええ。ゆんべ仏壇を掃除してったら出てきたのよ。あら、どこのお守りですか？亀戸天神だ。いいだろ、亀さんだぜ。もう15年ぐらい前になるかな。おため、おめもしばらくこれ下げてたっけな。でも落としたと思っていたわ。よかった。見本の畳ができるまでお父っつぁんが預かるぜ。お父っつぁん。新さん、それ本当ですか？うん、お守りの紙を見てそう言ったそうだ。頭、どうしたんだ？いやね、お町のやつも喜作さんのところでやはりお守りの亀を。何？新さん、これひょっとしたら。そういえば柳の坪根は下積みの女中から苦労して出世をしたと聞いている。ひょっとして喜作さんの娘ということも。ねえ新さん、喜作さんが見本作りを断ったっつうのは出世した我が子に迷惑をかけねえため。ところがあんまり長くもねえ命と悟り、今度は引き受けたというのは最後に娘に何かをしてやりてと考えると、これは。うん、頭、一つ柳のつぼねの気持ちを確かめてくれんか。え、喜作さんはああいう頑固な人だから、ここは人情に通じた頭にやってもらいたいんだ。明日柳のつぼねを民情視察という名目で城下に出そう。その折に頼む。わかりました、やってみましょう。これは何事でござりまする？長門の神様からの神物。そう思案なさることも。お黙りなされ。よいか松殿、これで長門殿のさもしい心情がよう分かりましたぞ。この世の中には金品など山と積んでも決して動かぬものがあるのじゃ。それが長門殿には分からぬのか。この分ではとてもご出世は望めぬと、そう松殿よりお伝えくだされ。明日柳の坪根は民情視察とかに参る。山高屋、浪人どもを集めておけ。では。あらゆる工作をしたが動かぬ。そればかりか、わしの息のかかっておる女中どもを遠ざけた上、このわしにも敵意を持ち始めたようだ。このままではまずい。柳の坪根は大奥切手の実力者だ。一度睨まれたら徹底して嫌われる。もはや勝沼、山高屋、その方らの失脚は間違いない。御前、その上柳の坪根が上様側につけば、大奥の尾張様の味方は全く孤立無援になりましょう。場所を選んで待ち伏せ、場合によって思い切ってやりましょう。先生、無理をしすぎましたよ。神さん、何にも言わねえでいい。首で返事してくんない。これと同じものを持った偉い女の人がお父っつぁんの娘だな。
おつぼね様、町火消しのめ組の頭辰五郎殿がご挨拶に参りました。火消しの頭が？はい。お初にお目にかかります。め組の辰五郎と申します。その方が今評判の辰五郎か。では火消しの話を聞かせてもらいましょうか。おつぼね様、今日は別のお願いがあってまいりました。別のお願い？ええ。これをご覧ください。それは亀戸天神のお守りですよ。馬喰町の喜作さんから預かってまいりました。知らぬ。誰のことじゃ？おつぼね様の実の父親のことで。なんという無礼な。私はそのようなものは知らぬ。喜作さんは今病気だ。会ってやっておくんなさい。知らぬと申しておるの。もうあんまり長くは生きられねえんですよ。お願いします。一目だけ会ってやっておくんなさい。無礼な。そのようなものは知らぬと申しておるのじゃ。お帰りなさい。おつぼねさん、今のは本心じゃねえでしょうね。それ以上に無礼を申すとこのままでは済みませぬぞ。そのようなものが死のうが生きようが知らぬことじゃ。わらわの父はそのようなものではありませぬ。恐れ多くも東照神君様に従い三河より参った原田阿波の神と貴様。そう申しても火消し風情には分からぬであろうが。おめえさん、ふざけてる時じゃねえでしょう。親の気持ちに職人も旗本もありますか。喜作様今死にそうなんだ。突っ張ってる場合じゃねえでしょう。何を言う。相手とも伝えてくれても一言も言っちゃいねえ。昨日まで一生懸命お受けへ差し出す畳を作っていたんです。それだってみんなおめさんのことを思えばこそだ。喜作さんはね、このお守りを腰に下げながら倒れる寸前まで一生懸命働いたんだ。畳屋など私は知らぬと言うてるのは分からぬか。つぼねさん、あんたあんな立派な職人を父親に持って嬉しいと思わねえのかい。いくら出世したからだって人間様には変わりねえでしょ。俺はおめえさんの身内だったらこの手でだ、この手でおめえさんのその横面張り倒してくれだ。なんという無礼だ。知らぬものは知らぬ。知らぬと言ってもおめえさんの顔を見りゃちゃんと分かるんだ。いいかい、グズグズしていたらもう二度と会えねえんだ。つぼねさん、俺は決して誰にも喋りやしねえ。ここをそっと抜け出して会ってやってくださいね。頼みます。失礼なことばかり申し上げてすいませんでした。姉さん、お父さん、どうなったか知らねえが
けてもらいな。こんなところへ来るお人じゃねえよだい。お父っつぁん。さあ、誰にも遠慮いらねえ。上がってお父っつぁんの手握ってやんな。こんなところへ来やがって。おあき。お父っつぁん。あれを見つくれ。お父っつぁんが作った日本の畳だ。一番になるぜ。だから俺の名前は出さねえから安心しな。お父っつぁん。泣くやつあるかい。大奥で女の大将だってじゃねえかい。よくやったな。ほら、嬉しいぜ。もう何にも思い残すことはねえ。お父ちゃん。ありがとよ。ありがとよ。お父っつぁん、お父っつぁん、お父っつぁん。翌日、実の父親と別れを告げた柳の局は江戸城に向かっていた。どうしたのじゃ、くせ者にございます。何、その報道は何者じゃ。わらを柳の局で知ってのことか。待て。長門守じゃな。このような場所で何事じゃ。柳殿、幕老町の喜作のこと見届けましたぞ。大奥の年寄り柳の局殿の実父が一介の町人とは驚きましたぞ。このことが大奥に知れたならば柳殿のお立場は危ういものになりましょうな。卑劣だ。いかがかな柳殿、改めてこの長門と手を組みませぬかな。さすれば喜作のことはわしの胸一つに収めておくが。断りまする。そのような卑怯な脅しに膝を折るようなわらわではござりませぬ。長門殿、道を開けなされ。ではやむをえんな。どうせその方町人の娘大奥に居座るとはもってのほか。わしが成敗してくれよ。くまん、一斉。そうはいかぬぞ、長門。誰じゃ。俺は天下の風来坊、徳田新之助だ。徳田。上様。上様。長門守、その方の悪巧みついに露見したな。今度は断じて見過ごしにはできぬ。勝沼郡兵衛、山田谷伊左衛門、覚悟しろよ。切れ切れ切れ。
俺の命は天下の命、三つ葉葵の風が吹くってな。貴様らごとき悪党どもに俺の命をやるわけにはいかんのだ。辰五郎から聞いたぞ。喜作も良い娘を持ったと草葉の陰から喜んでいよう。上様。こうして三年ぶりの大奥の畳替えは文吉の指図する江戸中の畳職人の手で行われることとなったのである。新さん、うちの方の畳も新しくなったし、どうですかね、一杯行きますか。そうか、だが、古女房は変わらんのだ。ちょっと新さん、なんだよ、そんなはっきり言うもんじゃないよ。いいよ、誰もお酒の支度なんかしてやるもんか。そうだそうだそうだよ、新さん、そういうこと言っちゃいけませんよ、そういうこと言っちゃ。いや、俺は恋女房が変わらなくていいなって言ったんだよ。この俺が選んだ道じゃ、たとえ茨の道だとて決して決して決して泣いたりはしないさ。負けてたまるか、ぐっと睨むこの目に血がたぎる。吉宗評判記暴れん坊将軍、次回は。素敵、一度でいいからあんなの着てみたいな。ようお似合いでございます。どうやら思惑通り姫は手の内に入ったようですな。亭主、このかんざし買い上げて使わすぞ。ありがとうは存じますが、それは売り物ではございません。無礼であるぞ。お返しだぜ。くどい。皆さんに見届け人になっていただいて仮祝言の杯をするんだ。父上、明日の総都城の席で竹姫の贅沢三昧。
それを見逃しているのはすべて上様の責めと騒ぎ立てるのだ。次回、竹姫様涙のお輿入れ、どうぞご期待ください。